はい、再度トライ、再度トライでーす。できたできた。見てください、サンタ帽でーす。なんとはるちゃんがかぶり物をしています。レアです。なかなかないよ。今日はですね、どこに来てるんですか？蒲郡温泉です。宿の名前も天の丸っていうところに来てます。来てます、うん、すごい、この、まあ、今後ろバック冷蔵庫ですけど、右側にはいい景色が見えます。そうなんです。ちょっと映してもいい？どうぞどうぞ。あきちゃんので映してまだ見てないからね。映るのかな。でも見えますかね、これで。見えるといいけどな。すごいね。逆光じゃないですかね。一望できますっていう。あ、大丈夫かな。レアレアレア。消されました。あら。今度はるちゃんの方の携帯が調子が悪くなりました。どうしましょうね、これ。なんか電波が弱いんですかね。続いてるのかな。続いてるということにして。うん、今日はありがとうございます。昨日京都、まあこの天の丸に来ているわけなんですが、何をしに来てるんですか。私がずっとなんだ、忘年会をしたい。温泉旅館で忘年会をして、このみんなで座敷にこうやって座って並んで向かい合って座って宴会をしたいっていうことがあってね、それをやりに来ました。イエーイ。ちなみに私たちの今回のご一行様の名前は、はるちゃんと愉快な仲間たちということで、みんなで、ね、遅くまでワイワイと過ごしましたけど、何をしたんですかね。何した。あ、初めに卓球して、そうそう、意外に盛り上がった ね、 卓球 ね、 ね、めちゃくちゃ寒い会場だったんですよ。そう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 、あの、多分宿と別の塔にあるところでね、あの卓球大会をしました。卓球大会をしました。寒い寒いと言いながら、しました、そしてその後は、その後は、まあ、温泉入って、宴会だよね、宴会ね、宴会ね、で宴会で丸バツクイズをしたのね。あ、そうそうそう、あ、それも見せたい。ちょっと持ってく。みんな自分に関する丸バツクイズを考えてもらって、その場で答えてもらう。丸バツ出た。じゃーん、手作りの。あきちゃん手作りの丸とかね、バツとかって、そうあげてクイズをしました、結構盛り上がったよね。そうだね、ね、あの、簡単に作った割には盛り上がりました。そう結構盛り上がった。ね、あとは、あとは、あ、カラオケ。カラオケに行ったんですよ。あきちゃんは珍しいね。そう、すごい珍しいこと。でも歌える歌がほとんどないっていうね、悲しい現状でした。でもまあみんな夏メロを歌って、割と同世代だったので、知ってる歌もちょっとはあって、楽しく過ごしました。っていう感じで温泉忘年会の、しましたね。どうやってみて、楽しかったね、すごい、みんなやっぱ何、気心知れてる、仲間だから。ね、どんちゃんどんちゃんどんちゃんしたね。ね、みんな割とな、自分らしくこう過ごした感じかなって。そうだね、ね、好きにね、好き勝手。お風呂行きたいとか言って、お風呂に何回も行く人とかね。そう早速ビールばっか飲んでる人とかね、そうそうそう、ついてすぐにビール開けてる人とかね、いてね、あ
のそうそうそうみんな、うん、なんというか自由に、うんうん、やってたね。それはやっぱりはるちゃんの作り出す雰囲気とかもあるかな。あ、ね、嬉しいわ。好きにしてほしいのみんな。ね、で、うん、全員にこのサンタ帽とですね、うん、あのこのトナカイ、トナカイさんの帽子をかぶしてですね、うん、そうそう、あきちゃんの意向により遊びました。ね、あのそうそう普段恥ずかしくてできないんですけど、うん、コスプレね、うん、あのこんな時なのでこういう機会だからみんなでそうやってみました。みんなでやりました、ね、また写真もあの後々公開していきたいと思っています。はい、ね、でそんでそんで前紹介できなかった、うんうん、あの手ぬぐいがあるんですよ、うん、あるんです。やっと手元にはるちゃんが中国に行ってきた話を前回の、ね、うん、Facebook ライブでやったんですけど、その時に持っていった手ぬぐいがこちらです。こちらです。なんていう名前でしたっけ。これは、天っていう名前で、これが天の昼、昼っていう一個一個ね、これ点点描って言って点点点点点っていうちっちゃい点が集まって書かれてる点描のデザインなので点っていう、これが昼、うん、それ、それでもう片方が、反転バージョン、これが夜っていうやつです。昼と夜、藍染め、藍染めの、うん、天然の藍で染めてる手ぬぐいなんですよね。おー、ちょっとじゃああきちゃんにも、はい、触ってもらって。おー、いいですね、触りのこっちも。じゃーん。これは買えるんですか。買えます、買えます。買えるんですって。あのネットとかでは売ってないので、あの私に直接言ってもらったらか、まあ、なんかコメントとかくれたら DM してくれたら、あの買えます。と1枚1980円、うん、めちゃ売ってる感じなので意外と思ったよりは私は安いなって思ったんですよ。そう、本当そうなの。これね、うん、言うとあれかもしれないけど、藍染め、藍染めでね、これ全部染めてる、天然の藍で染めてるのにこんなに安いのは本当もう破格で、破格で、うん、全然利益はないんですこれ、うん、これね入ってる箱もかっこよかった。すごい、そうそうなの、そうなの、ちょっと、うん、あ、箱ある、箱ある、ある。これがまあ折りたたまれて入ってるんですけどね、うん、パッケージに。そう、パッケージまでおしゃれなの、見て見て、可愛くないですか。白がないね、この六角形、うん、になってて、そう、ほら、かわいい、こういうパッケージに入ってますね、うん、ちゃんと後ろにこの、うん、あのはるちゃんのチーム私たちのチームの名前と写真がちょっと左右反転してるかな、みんな、うん、ね、じゃ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 、また、うん、愛知県豊田市を中心に自由な発想で人々を豊かにする、うん、そういうメンバーですというのは、そういう説明が書いてあります。ので皆さんもぜひ、あの何売ってるなこれぜひぜひよかったらという私もまだ買っていません、うん、はい、やっと今日 ねいっぱい持ってきたから、うん、ぜひぜひ、やっと実物を触りました。そうだよ、ね、私も、ね、結構使えそうな感じ、うんうん、いろいろ普通の手ぬぐいでもいいし、うん、まあ、着物よく着る人はあのご飯食べる時とかね、あの膝に置いたりとかするけど、うんうんうん、まあ、洋服の時でもね、うんうん、全然いいし、普通にいい、ね、小さくなるからね、そうそうそう、手ぬぐいさんは切ってもいいしね、もし大きいなと思ったら。なるほど、うんうん、そういう発想なかったな、うんうん、なるほどね、切ってもいいんだね。そうそう、この前ね、掛け軸みたいに掛けてるのを見た、見た、うんうん、あれ、うんうん、すごい綺麗だった。そういう風にね、インテリアとしても使えます、うん、インテリアとしても、うん、ね、いいと思います。はい。
次の話題言っていいですか。どうぞどうぞ。どんどん進みます。今日はいろいろ進んでいますけど、うん、今日ね、今回お泊まりイベントは初なんですけど、うん、ね、温泉忘年会初めてのお泊まりイベントなんですけど、うん、実は、半年くらい後かな、うん、そうだね、にあのできたらいいなと思ってることがあるんですよ、うん、あ、なんか結構何人も見てくれてる、ね、イエーイあ、今日何も自己紹介忘れてたけどね。そうだね、はるかです。いきなり始まったよ。はるかです、秋です。です、はい、はい、そうそうそう、半年後にぐらいに企画しようと思ってることがあって、うん、まだ、はい、あ、私が、うん、答えるんですね。なんと、うん、沖縄リトリートを企画しております、うん、イエーイ。まだ何も決まってないけどね、うん、何も決まってないけど、やりたいっていうこと、ね、あ、やるってことは決めた、うんうんうん、決めた、うん、やるっていうことは決めた、うんうん、ね、はるちゃんの出身地であります。そうです、私のふるさと、ふるさと沖縄でね、あきちゃんは結婚式を挙げた、うん、あ、確かに私は結婚式生まれ変わった場所ですとかそうだね、そうですね、そうそうそう、うんうんうん、なんかそれやってみようかなって思ったのは何だったんだっけ、うん、なんかね、あきちゃんが急に行ったんじゃない。あ、急に行った、私が覚えてないっていうね、うんうんうん、あ、私はなんかもともと沖縄でもなんかできたらいいなとは思ってはいたんだけど、うん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 、なんかあきちゃんがなんかやりたいことをわーって書いてる中の一個に、うんうんうん、やろう沖縄リトリートって書いてたの、ね、そうなんだ。そうそうそう、ちょっといつのことだろう、それいつ言い出したんだろう。あのヒュージャックマンになりたいって言った時だよ。じゃあ何、他の人に誘われるより前。そう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 、それより前に言ってたらしい、うん、私すごい。そう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 、うん、ね、そうそう、そもそも私たちあの今年、うん、ハワイリトリートっていうのに行ってみたんですよ、うん、ハワイ島に ね、うん、リトリートと名の付くものを初めて、うん、私も初めて参加しました、うん、リトリートって何なんでしょう、うん、ね、何なんでしょうね、ね、うん、何なんだろうね、何なんだ、なんかね、直訳の意味はちょっと、うんうん、なんだろう、違う感じになっていうのかなあんまりピンとこなかったけど、私のイメージだと自分に戻る場所みたいな感じかな。そういうそこに行って、うん、戻ったりできる、うん、体験ができるといいなっていう感じかな。ちょっとなんか素敵な景色とか見ながら、うん、日常からちょっと離れて、うん、まあ自分を見つめ直したりとか、うんうんうん、ちょっとなんかこうリラックスした気分、うん、になったりとか、うん、そういうことができたらなと、うん、あ、沖縄リトリートいいでしょう。あ、いいでしょう。ついてくる？カメラマン、カメラマン、来て来て写真撮りたいな。写真撮って。来て来て。あの写真撮るのも一環に入れようかしら、その予定の一環にね。いいね、それ。うん、海とかね。うんうんうん。うん、まだ内容とか何にも決まってないんですけどね。何も決まってないけどね、うん、でも写真はね、うん、実はハワイリトリートでも、うん、なんと水着の写真を私たち撮ったんですよそう、これは公開できないんですけど、これは、ね、公開できないなんと撮ったんですよ。そう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 、な、本当だ ね、なんと撮ったね、しかもビキニのね、うん、ね、うん、でも意外と、うん、あ、そういうこと普段しないんですけど、うんうんうん、意外とよく面白いっていうか、楽しかった、うんうん、全員やったしね、うん、全員やったし、うん、なぜか体褒められるっていうねそうそうそう、いいよいいよ、うん、そうそうそう、まあいろいろもちろんね、自信ない体なんですけど褒められるとね、うん、あの、大丈夫かもみたいな気分にはなったり、ね、うんうん、ね、しました。楽しかった ね、うんうん、あと何したい、あと、うん、なんか沖縄だから 海行きたいとか、うん、そうだね、海は絶対行きたいし、うんうん、あと沖縄のなんかパ
パワースポットじゃないけどね、そういう感じのところとかね、うん、行くのいいかなって私は思ってる。いいね。あといろいろ言ったよね、こんなことやりたいな。私はあのなんていうあの沖縄のこうさ踊るじゃん、うん、カチャーシカチャーシ、うん、そういうのもやりたいな。あいいね、なんかみんなで踊る一、ね、日ぐらいは飲んだりしながらバーって体動かすと気持ちも変わるよね、うんハワイリトリートでね、そういえばダンスもあったんですよ。そうそうそう、もうダンスとかね、うん、ほんと無理って感じだった、うん、だけど全然踊ってたよね全然が、うん、あのみんな自分のことしか見えない感じの雰囲気で踊ってて、うんうんうん、そうそうそう、自分に入りきってたねみんな ね、うん、だんだん気にならなくなってきて、そう、うん、すごいね、ああいう ね現地のね、すごいなんあのなうん、60ぐらいかな、うん、人がねこう誘いに来たりしてね、こうやってあの女の人ね、女の人でも本当に慣れてる人が一緒に踊ろうみたいな感じで来たりしてね、うん、面白かったんですよ、うんうん、そういうのも入れたいかな、うん、そうだ ねなるほどなるほど、いいね、うんうん、みんなで三味線弾いてる中で踊るとかね、いいね、あきちゃんはどんなことしたい？他にあと何がいいかな。でもまあそうだね、でもみんなで机囲んでちょっと話したりは絶対したいかな、うんうん、そうだよね、うんうん、あとはまあちょっと心がね開放的になったところでしか話せないような話、うんうんうん、そのまあ沖縄で、うんにも置いてきたいものをね、うんうんうん、置いてってもらうとかね、そうだね、うんうん、ちょっとまあコーチング的な要素も取り入れながら、うんうんね、あのやっていけたらなっていうのは思いますね。そうだね、確かに私たちもともとハワイ、まあ、ハワイにリトリート今年行ったんだけど、うん、行く前から仲良かったけど、うんうんうんで、うん、結構いろんな話したもん ねそこでもね、そうなんですよ初めて話す話とか ね、うん、意外ともう 5年か6年ぐらいこう、うん、あの仲良くしてるんですけど、うん、知らない話が多くてびっくりしました秘密主義だからそうそうそう、私結構何でも喋っちゃう方なんだけど、うん、はるちゃん秘密主義派なんでね、あのびっくりしました。そう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 、ね、うん、でもなんかそういういつもとは違う場で、うん、あのまあ、一緒に過ごす仲間との、うんうん、まあ、時間、うん、ね、なんて言うんでしょう、心の響き合いと言いますか、うん、そういうのがあってこう気づきとかね、うん、開放的な気分とか、そうだね、そういうのもあるかと思います ね。実際すごいハワイリトリート行って変わったもんね。うん、変わった、うん、あきちゃんもね、ね、うんうん、多分こういうことやらないと思うあの前のハルちゃんだったらそうだ ね、うんうん、そうかも、うんうんうん、そうそう、結構集まる人たちでね同じ悩み持ってたりとかね、うん、することもあるだろうしね、うん、まあ、実際そうだったしね、うんうん、やっぱ シンクロだなっていう感じることも、うん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 、ね、そうそうそう、なんか私としてはすごい考え方も広がる感じがしたんだよね。あ、こう参加者のいろんな人生経験をシェアしてもらって、うん、確かにね、うんうんうん、なんかなんで枠が外れるよね、あ、うんうんうん、そう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 、だからこのライブ配信とかもこれ打ち合わせほぼなしなんですよ、うんうん、だけどまあいっかと思ってやれちゃうようなそういう行動も早くなるような感じがしました、うんうんうん、ね、そうだね、絶対できないとか無理って思ったり、うん、こんなんダメでしょっていうことも外れるっていうかね、うんうん、なんか いっかっていうか、うん、いいんだみたいな感じのね、いいんだ、そんなことしていいんだっていうのも含め、うんうん、すごい外れたよね、うん、ね、私たちあの完璧主義なんですよ、うん、基本的に、うんうん、だけどね、こんな緩いやつ流しちゃってるからね本当に変わりました、ただのおしゃべりだただのおしゃべりを流せるように変わりました、うんうん、しかも後ろ冷蔵庫だからね
ので、ぜひ、うん、あのやりたいなって、そのリトリート、うんまあ、海外までは行けないけど、うん、沖縄でもね十分、うん、あの心の癒しとか解放とかそういったものが得られるんじゃないかなとは思っています、うんうんね、夏ぐらいにね、うん、できたらいいかな。夏か、うん、もうちょっと前か、うん、もうちょっと前か暑すぎないとか、そうだね、ね、初夏ぐらい、うんうんうん、思っております、うんね、あの興味ある方は、うんね、今後の春かと秋に注目ということで注目ね、あのどれぐらいにしようかな、期間は、うん、期間、うん、リトリート、うん、3泊って言ってたっけ、4泊って言ってたっけ、うん、最低でも3泊かな、最低でも3泊かな、うんうん、3泊か 4、うん、4泊ぐらい、うん、できたら結構のんびりしながら、うんうん、いけるんじゃないかなと思って、うんね、楽しみにしていてください、うんね、なんかこういう風にしたんじゃない、こういう風にしたらいいんじゃないとか、そういうアイデアも、ねうんうん、あの募集してます、してますではではでは、うん今日はこんな感じですかね、こんな感じで、そうね、これからまた、うん、ラグーナに行くからね、あそうなんです、今日はラグーナに行きますラグーナに行ってきます遊んできます、うん、この宿おすすめですよ、うん、なんか1時間ちょっとで名古屋からだと ね、うん、来れちゃうんだけど、うん、本当ね景色、夜もね、うん、すごい夜景綺麗だったね、うん、朝もねすごいいいよ、うんうん、天の丸っていうとこですか、孫織温泉天の丸、うんうん、ぜひぜひ、うん、あの皆さんも足を運んでみてください、うん、見てください、はい、今日は何の宣伝かよくわからない、うん、いろいろな回でしたが、盛りだくさんでしたね、これで持っていきたいとこう、まあ、宣伝してますね、じゃあ、はい、じゃあ宣伝、丸×クイズ宣伝、はい、じゃあねまたー